今日の御言葉、マタイの福音書24章15節から20節。それゆえ預言者ダニエルによって語られたあの荒らす忌まわしいものが聖なるところに立っているのを見たら、読者はよく理解せよ。ユダヤにいる人たちは山へ逃げなさい。屋上にいる人は家にあるものを取り出そうとして下に降りてはいけません。畑にいる人は上着を取りに戻ってはいけません。それらの日、身重の女たちと血の身ごを持つ女たちは哀れです。あなた方の逃げるのが冬や安息日にならないように祈りなさい。ここで言う荒らす忌まわしいものとは反キリストのことです。この反キリストは終わりの日に自分の像を神殿に安置して、その自分の像を拝むようにキリスト者を誘惑してきます。彼はイエス・キリストよりも自分を高く上げます。これらは大患難時代の途中の話です。もしかすると私たち自身も大患難時代を経験するかもしれません。もし経験したんだったら、その中で反キリストを見た瞬間、私たちは逃げなければいけません。少しの躊躇も許されません。何かを忘れたからといって家に取りに帰ってもいけません。その日何かの理由で逃げることができない人はかわいそうな人です。彼らはその反キリストに食い物にされます。反キリストを見た瞬間、すぐに逃げることをお勧めします。私たちはあくまでイエス・キリストを崇めます。 All for Jesus。